ニコニコハロー、ゆうでーす。はい、今日はいよいよビクトリアマイルー。はい、皆さんはどの馬にかけましたか？後でゆうがかけた馬もね、紹介します。はい、でその前にHHの新作を出していまして、一昨日出した新作なんですけど、ののちゃんが3ヶ月ぶりにすっぽんぽんになって、072を撮ってもらいました。まあ、ゆうがねカメラマンになって撮ったんですけど、脱いだらすごいです、ナナちゃん。まずディルドを使ってね、挿入する瞬間だったり、あとはピストンしながら、連続で長生きするシーンだったり、まあ、いろんな体でやっている映像になっているので、また見てない方はぜひ今夜のおかずに見てみてください。であとは、最近の売れ筋ナンバーワンが、ユウもね最近072の作品出したんですけど、その072中にアクシデントが発生したんですよ。それがね、出身からのおもらしまで大公開する映像で、そう、そのおもらしのする瞬間も、ちゃんと収録されてあるので、まあでもね、このシーンだけはちょっと恥ずかしいからあんまり見てもらいたくないんですけど、はい、まあ、また見てない方はぜひ今夜のおかずに見てみてください。はい、本編はその概要欄にツイッターのリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックして見てみてください。はい、では、ビクトリアマイルにかけた馬なんですけども、こちらです。昨日の予想から単勝とワイドは、消しました。買ってません。はい、副賞11番ナミュール、こちらに、3万円で、馬連が11番のナミュールを軸にスタージョンワース、ソングライン、ソダシを相手に買いました。この211が15,000円、あとは、1万円ずつ購入してます。はい、ということで、うわ緊張するな。では、はい、あと10分後ぐらいでレースが始まるので、またレースが始まったら動画を回します。はい、スタートしました。おー、綺麗。まず先頭争いですが、力1番のロータスラーです。あとは後方にかけて4番アンドバラナウト、第3コーナーカーブ 1000m を通過、そこを見ました15番ルージュステリア、第4コーナーどうなる、ソダシ来た、スターゾンアース直線コースにいい位置じゃん。おスターゾンアースもいい位置だよ。はい、11番はどこ、おい11飛びないじゃん、何してんの。あとはルージュステリア、何してんの、おい何やる。あと外から追い込んでくるのがリビーナ、あソングライブ来たやん、ちょっとソダシが先頭か、待ってやん、ソング、おいソング、間から6番何してん、おいあーもうダメ、そして外2番マジで、ひゃーすごいねこれ、おせっせん、うわーマジかよ、ナミュール全然伸びないじゃん、何してんの、他来たよ、他来た、他来た、おい何してんの、おいおい、そうねえ、やばくない、ここ当たってるよ、相手は当たってんのに軸当たんないみたいな、なんだそれ、おいおいおい、ふざけんな、おいうわー悔しいね、これマジ悔しい、なんじゃこりゃはい、的中しましたか皆さん、当たった皆さんおめでとうございます、すごかった、そんぐらい素晴らしい。で、スタージョンワースはやっぱ3着以内に来るんだね。さすがだね。はい。ということで、いよいよ来週はオークスです。はい。また来週に向けて、そう頑張っていきたいと思います。悔しい。はい。じゃあ、終わります。バイバーイ。